ジェイク・シールズは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。テネシー州、サマータウン出身。シーザー・グレーシー柔術アカデミー所属。元ストライクフォス世界ミドル級王者。元エリティックスク世界ウェルター級王者。元シュート世界ミドル級王者。組技中心のファイトスタイル。大衆受けは悪いがグラップラーからは、公表されることが多い。近年は、 ゲームキャラクターに起用されるなどしている。カリフォルニア州シエラ、ネバダ山脈の山間部の村で育ち、中学までは自宅で教育を受けた。9歳の頃からレスリングを始め、クエスタ大学時代はオールアメリカンに選出された。20歳の頃にチャックリデルの下で総合格闘技の練習を始めた。2002年12月14日、初参戦となったシュートで、 桜井マッハ即人と対戦し、判定勝ち。2003年8月、菊池明に判定勝ち。2003年11月30日、初参戦となったパンクラスで、三崎和夫と対戦し、引き分けた。2004年7月9日、シュート世界ミドル級王座決定戦で、レイクーパーと対戦し、スリーパーホールドで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。 2004年12月14日、シュート世界ミドル級チャンピオンシップで、菊池明と対戦し、判定負けをキッシュ王座から陥落した。2005年5月、アブダビコンバット 77kg 未満級に出場。1回戦では、ディエゴ・サンチェスに、ポイント判定勝ち。2回戦では、キャメロン・アールに、ポイント判定勝ち。準決勝では、パブロ・ポポビッチに、ポイント判定負け。 3位決定戦では、レオナルド・サントスにチョークスリーパーで一本勝ち、第3位の成績を収めた、2006年4月21日、ランブル・オンザ・ロック級で行われたウェルター級トーナメントでは、準決勝で、オカミ・ユーシンに判定勝ち、決勝で、カーロス・コンディットに判定勝ちし、優勝を果たした、2006年11月17日、プログラップリング大会の X ミッションにおいて、 マルセロ・ガッシアと対戦し、1R フロントチョークで1本負け。2007年6月2日、ダイナマイト、USA でイド・パリエンテと対戦し、チョークスリーパーで1本勝ち。2008年7月26日、初代エリティックスク世界ウェルター級王座決定戦で、ニック・トンプソンと対戦し、変形フロントチョークで1本勝ちを収め王座獲得に成功した。2008年10月4日、 エリティックスク世界ウェルター級タイトルマッチで、ポール・デイリーと対戦し、腕しに十字固めで一本勝ちを収め初防衛に成功した。2009年11月7日、ストライクフォス、フェイド VS、ロジャースの世界ミドル級王座決定戦で、ジェイソン・メーヘム・ミラーと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。年月日、ストライクフォス、 ナッシュビルの世界ミドル級王座の防衛戦で、ダン・ヘンダーソンと対戦。1R には、ヘンダーソンのパンチでダウンするなどピンチを迎える場面も、あったが、2R 以降はポジショニングで優位に立ち3から0の判定勝ち、初防衛に成功した。この試合後、シールズが勝利者インタビューを受けている時に、ジェイソン・メーヘム・ミラーが刑事に入り、シールズとのミドル級タイトルマッチでの再戦を、 要求しようとした際、シールズのセコンド陣と乱闘騒ぎを起こしている。2010年7月19日、裕福公式サイトにて裕福への参戦が正式に発表された。2010年10月23日、裕福初参戦となった夕服121でマルティン・カンプマンと対戦し、2から1の判定勝ちを収めた。2011年4月30日、 ユーフック129で、ジョルジュ・サンピエールの持つ、ユーフック世界ウェルター級王座に挑戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2011年9月17日、ユーフックファイトナイト、シールズ VS、エレンバーガーで、ジェイク・エレンバーガーと対戦し、1ティコ負け、キャリア初の連敗となった。2012年2月26日、ユーフック144で、 秋山義弘と対戦し、判定勝ち。2012年8月11日、ミドル級復帰初戦となったユフック1 5 0でエド・ハーマンと対戦し、3から0の判定勝ち。その後、薬物検査の結果で、禁止薬物の陽性反応が出たことが発表。試合結果は、ノーコンテストとなり、罰金を払った上にコロラドボクシングコミッションから6。 か月間の出場停止処分を受けた。2013年10月9日、ユーフックファイトナイト、マイアビ VS シールズでウェルター級ランキング4位のデミアン・マイヤと対戦し、2から1の判定勝ち。アメリカン柔術がブラジリアン柔術に勝利したと自画実賛した。2014年3月15日、u フック百1 7 1でウェルター級ランキング12位のヘクター・ロンバードと対戦。 テイクダウンを切られ続け、判定負け。後日、u フックを解雇されたことが発表された。2014年10月11日、ベソフ初参戦となった、ベソフ14で、ライアン・フォードと対戦し、リアネーキド・チョークで一本勝ちを収めた。2015年8月1日、ベソフ22の世界ウェルター級タイトルマッチで、コジマール・パリアーレスと対戦し、 木村ロックで自身初の一本負けを喫し、王座獲得に失敗した。試合後には、トキーニが試合中にアイポークをしてきたことや、木村ロックをなかなか解こうとしなかったことに起こり、パンチを食らわせたため、ネバダ州アスレチックコミッションの審議対象となった。二0十六年十二月三十一日、ベソフ三十四の世界ウェルター級タイトルマッチで、ジョン・フィッチと対戦し、0から3の 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。ありがとうございます。